十九時になりました。この番組は時の番人のストレスフリーライフの時間です。本日も高式香織が MC を務めさせていただきます。またこの番組はギノワンのヒルズ通り FM ギノワンの海の見える素敵なスタジオからお送りしております。最後までお付き合いください。はい、香織さん今日もよろしくお願いします。はい、あかりさんよろしくお願いします。はい、皆さんあのいつもは土曜日の十八時からスタートしている番組だと思いますが。 えっと今日はねちょっといろいろありまして、はい、時間を移動させていただきましたあいえいえなんか羽衣、ま、祭りの特番があるって、ね、んでねそうそうなんかすごい楽しみはい収録日は全然水曜日なんですけど、うん、えっとねこの放送が流れてる頃には明日が羽衣祭りっていうような日程になりますね、うんうん、はい香さんは羽衣祭りそっか最近行ってないんですよでも、うん、えっとね 二十代の頃行ったような気が。<laughs> あ、最後の勝ち足がね。<laughs> あ、ね、なんか私初めて聞いたんですよ。<laughs> あ、行ったことないです。行ったことなくて、うんうん、地元がギノ野ンじゃないので。うん、そう、なんか、ずっと那那覇に住んでたので、羽衣祭り自体ここ来て初めて知りました。そうなんだ。はいあ。あの、会場いっぱいに、あのね、お,お客様、皆さん全員で。 カチャーシーするのはあれも祭りぐらいじゃないかな <laughs> そうなんかで絶対圧巻でしょうね圧巻だと思うだって私この羽衣祭りってどんなお祭りか気になって検索したら、うん、そのなんていうんですかカチャーシーの大会みたいなのもあるんですよねうん、うん、そうなんか部門があってえ応募したいって思った頃にはもうしあの募集終了してて <laughs> <laughs> はいそう,そうなんだ <laughs> うん残念ですそうよくカチャ私県外の人とお付き合いあるので、うん、そう あの勝ち足って、なんかゆらゆらするんでしょうみたいな感じなんですけど、うんうん、なんか。あの、手、手は女性はパーで、うん、この手を指を締めて、男性はグーですよって言ったら。うん、へ手も違うんだねみたいな。ねえ、なんか、私内地の方がやる勝ち足すぐわかりますよね。うん、違,う違う、違 <laughs> う。ゆらゆらって確かにゆらゆらしてる。フ <laughs> ラダンスを上でやってるみたいになってる人がいる、うん。まあ、でも自由でいいんだけどね。まあね、うんうん、あの楽しんでいれば。 そうそうカチャーシーって書きますっていう意味じゃないでねこの幸せを書きますっていうんでカチャーシーカチャーシーカチャーシーっていうこの言葉がはいいいんですよねそうなんですすいませんちょっとおなお腹の音がはい高尾さんからはいこんにちはって言ってそうですってカチャーシーのことよねうん多分返事がコメントが来てますありがとうございますいつもはいね皆さんこの ければ日程合わせて羽衣まつりもぜひ天気が治るといいですよねなんか最近怪しいけどねでもちょっと降るぐらいだったら少しね涼しくなるからいいんじゃないかなと思うんだけどねんかこう歩けないぐらいの土砂降りがたまにあるじゃないですか局地的な昨日もあったし今朝もあったしんか傾い傾りのレベルがすごい高いというか急に。急 なんか、ちょっと雨で思い出したんだけども、実はうち。あの、昨日の夜か、ら洗濯機が壊れてしまって。で、あの、ドラム式で乾燥もついてるやつなんですけど、洗濯はできるんですよ。乾燥ができない。ええ、そっか、痛いですね。これ大事だなと思っていて、今までね、この乾燥するのに。もう、電化製品に任せてたわけじゃない。はい、はい。そしたら、乾燥できないから、干さないといけないから、この、この。 時間を、うん、あ結構洗濯量ってうちすごいので1日2回ぐらい洗濯するんですよ、うん、毎日毎日うん、うん、子供たちが部活してるからそうですよねそうだから大変とか思いながら昨日うん、うん、で今朝も大急ぎで回して、うん、洗濯をしていや大変ですよお子さんたちもちょっと手伝える年齢になってきたんじゃないですかそうねだからあの ちょっと部活終わって、うん、洗濯して干す,干すのは自分たちの武器とかは干してとかってそれだけでも変わりますよねうん、うん、全然でもすごいタイミングで壊れちゃいましたね本当ちょうどね、うん、雨,雨なのでうん、うん、乾かすのが大変だからそういう感じでこんな時に限って本当 <laughs> よもうね高本さん土曜日土曜日は 土曜日ですすって来て来るんだ、はい、ありがとうございます <laughs> そうパーソナリティもされてるのでね。<laughs> ねえ、うん、いつもいつもなかなかお会,いお会いできないんですけどあそうなんですね。そうスタジオね私スタジオ収録だからあその日になかなか会わないので、ねうん、ぜひ会いたいですね高帆、うん、さん。はい、ね高帆さんもたまに収録であのいらっしゃる時あるのでタイミングがあったらいいですよね。本当有名な <laughs> よろししくお願いしますでえっと早速なんですけど、はい、今日、うん、ちょっとねあかりさんにも今日のラジオのねこのテーマ、うん、事前に送ってるんですけど、うん、今日は「最近ハマっているもの」はい、っていう話題で、うん、ちょっと いろいろ話していきたいなと思っていて、はい、ハマっているものですね。ちょっと私も考えてみました。<laughs> はい、えー、じゃ私からでいいんですか？はい、お願いします。はい、えー、私は最近アクリルの絵の具でこのなんていうかあのいろんなものに落書きするのがハマってて、でなんかアクリルの絵の具ってこの落としやすいけどこの乾いたらしっかり定着もしてくれるので、なのでこのたた例えば百均の手鏡 にちょっとなんか落書きして、あ<ー>そうそうなんか自分で模様をつけるみたいなのが最近マイブームで、おしゃれ <laughs> <laughs> そう友達友達と一緒にこのどんな柄が可愛いかなって言って話しながらこうい、うん、落書きするのが最近ブームですね。あなるほどね。じゃあうちも娘に勧めてみよう。アクリル絵の具実はうちにもあるんですよ。うんね、結構子供たちの授業で使ったりとか、うん、そう娘が なぜか絵の具が好きなんですけど。あ、いいですねうん、うん。なんかね、この鏡とか、手鏡とか、想像、なんか思いつかなかったんで。うん、いいかもい。いいですよ。うん、なんか、しかも、あの鏡の、あの映る面あるじゃないですか。うん、もう鏡の部分。にも、アクリル絵の具つくんですよ。うそう、だから、そこにお花の柄描いたり。うんうん、そう、なんか、結構想像力も使うなと思って。<ー>これは、子育て。 世代に知ってほしい遊び方かも。って思いましたそう、ね、あの今ふと思ったんだけど、うん、なんか百均に透明のケースとかいっぱい売ってるじゃないあれに塗ったりするのもいいかも。あいいですね。いいねめっちゃ可愛いと思います。本当だ。うん、そう。なんか自分のこの想像力でね、うん、で色もね、うん。そうそう。いろんな色を使ったりとかして。そう、それに絵の具だから自分で色作れるし。うんうん、あとなんか下に白を塗って、上から。 黄色とか乗せると、色が綺麗に、つくとか。そうそうなんか色の乗り方が、やり方で違うから、またこれも面白かったですよ。面白い、ちょっと進めてみよう。はい、全員進めに。メイクマン行ったら、全部買える。のでセリアいいですよね。あっちで揃えました。なるほどね、はい。あ。これで百均いくの楽しくないですよね。そうそう。そうだから、なんかいろんな百均めぐって、あの鏡をチェックしてるんですけど、セリアが一番。 いいですね種類が豊富あ,あじゃあ、うん、あれなのこの紙を結構買ってっていうと人誰かにプレゼントする感じで作ったりするってことあもうしますうそうあのセリアだったらなんか可愛い包装の状態でそのまま売ってるから袋に入れ直してあげることもできるので<あ>なんか知り合いの店の執念にプレゼントしようかなって思ってあいい、ねうん,あなん最近やっぱりねこの手作りって逆になんかあの いか中が近ければ近いほどあげるものに困っちゃうんですけど、うん、なんかこういう近い人ほどなん,なんだかんだ手作りを好んでくれたりする気がして、えー、あなんか今うちの,友達あの子供たちって、うん、娘の友達ってプレゼント交換をすするんですよ、うん、誕生日が来たら<あ>なんかこのちゃんとグループで、うん、あの相談してから買うみたいなんだけど。うん いいかもね。そうですね。なんかちょっと。低コスパで抑えられるのでは。そう、いや、またね、中学生ってこういうの作る好きじゃない。ね、いい、いい暇つぶしにしては、あの、民度の高い。暇つぶしかもしれないですよ。絶対いい思いになるし、自分のね、あの、この趣味のものとかね、共有できるから。そう。めちゃくちゃいい。ただ、なんか問題点があって。なんか、すごい没頭しちゃうんですよね。 新しい下絵か描いてですぐ消せることもできるのであのガシガシガシってやったらなのですぐまっさらにしてまた新しい絵を描くとかやっちゃって<ー>で時間忘れて没頭してこのやるべきこと後回しみたいなあでも逆にこれがやるべきことじゃない、うん、えそうですか、うん、もう私もっとやることあるのに昨日の夜中2時半に何なのこのなんていうの、うん、こハンド。 うん、め、ハンド、なんという、この。ハンドメイド。メイドみたいなのを、あの、自分で、商品として。ね、確かに。うったりと考えたことなかったかも。絶対いいと思う。ね、なんか、そこまでクオリティ高められるかないや、あの、このクオリティ高めよりも、その味があるとか。なんか、すごく、あの、嬉しいっていう、この、ね、手作りっていいなっていう、この、この感覚が。私、受けると思う。ああ、なるほど。 ね、ちょっと友達の店の周年祝いから、ちょっと始めてみようかな。もうなおさら、ね、なんかブックスタンドがあるじゃない。あ,あ、はいはい。あそこの、ちょっと置いたりとかできるの。あ、できます。できるできる。反応を見ながら、いいんじゃない。あ、いいですね。確かに、全然そこまで考えてなかった。<笑><笑>いや、人と話すと、新しい刺激があって。いいですね。なんか、やっぱり、あの、急に売り、売り出すっていうと、ハードル高いので、うん、なんか、ちょっとした。 イベントに出したりとかさっきねあのこの本のんかレンタルスペースみたいなとこあるって言ってたじゃない何だっけえっと名前忘れちゃったああ町共同売店そう本本のところのそばになんかイメージ色のイメージとか言って確かになんかこれを機にちょっとへんてこな鏡量産してみたいなと思って企んでます 絶対いんかこの自分の趣味なものとか、うんこのね、あかりさんが言うこのアクリルの絵の具で使っていろいろねペイントするやつって、うん、あの人から見たらやっぱりなんかすごく、うん、なんか本当ですか,うん、うん、なんか自分は当たり前と思っていてもね、うん、他の人から見たらすごくあのなんかこれってプロみたいじゃないとかこれっていいねとかっていう。 誰かに見せたりとかね、出したりするのもめちゃくちゃいいかも。ええいいですね。なんか私も想像したことなかったし、今パッと浮かんだのがなんか私の友達でモールをこのつなげたりこう組み合わせてあの何けお人形作ったりする子がいて、なんかかかる？そうモールえ後で見していいです。あ見たい見たい。めっちゃかわいいんですよ。そうなの。そうウとコラボとかしても楽しそうだなって思いました。この 今インスタとかあの X とかでショート動画でさ作ってるの撮影してはい、はい、で早送りで出してるのがあるじゃない,はい、はい、あれとか結構見て見てしままわないあ確かに見ます、うん、あかにすありさんもこのアクリル絵の具で何か作ってるのを、うん、もうなんかこの定,定点みたいな感じで撮って、うん、動画撮ってそれを早送りで上げると。うん いいかもいいですね確かに、うん、本当に考えたことだただただ自分が好きでやってただけだったから、うん、すごいんじゃない何かそれをす、うん、や好きなことが何か発信のものになっていくと、うんうん、もうそれがやりたいことに変わっていく、うん、あ確かにもう私は無駄無駄な趣味としか思って全然,全然無駄じゃないよ <laughs> そうなんですねこんな素敵な趣味えー、嬉しいです、うん <laughs> ええだからなんかこんなんかあこういう話題の時に使えるからいっかって思ってたけど、うん、なんかなんだかんだ自分のなんかこうやりたい方向が定まるきっかけになったりするんですねそうそうだって自分のね、うん、あのお店持ちたいって夢があるって言ってたじゃないなんかそういうい、うん、一歩になるし確かにうん、うん、もうなんかこんなハンドメイドのものを 売るっていう、意識がなかったです。うん、ありがとうございます。そう高保さんから、無理、無駄ではないですよって。<laughs> <laughs> ありがとうございます。うん、とってもいい。うん、へえ。面白い。ちょっとチャレンジしてみます。え、ちなみに、かおりさんはマイブームありますか。<laughs> 私、今マイブーム。なんか、あかりさんのこのなんか素敵なブームと全然違うんですけど <laughs>。いやいや。<laughs> 私、今、チャット G. P. T. にハマっててあっ。 私めっっちゃ気にななてて <laughs> あれどうなんですか最近なんかどっかの市議会議員がチャット GDP の方が市議会より賢いから議会いらないですよって言って問題になったニュースを見て <laughs> まあえっとねこの正しいものを作ろうとすると、うん、やっぱりあのちゃんと調べた方がいい,だいいだろうなとか思うんだけど、うん、あの今こういうラジオのトークしてるじゃない。うんうん、で文字情報で作って 30分番組だけどこの30分の文字情報をあのチャット GPT にそのままガン貼り付けて、うん、で「要約くしてください」って言ったら要約してくれるわけす,すごいえそんな使い方できるんだ無料版ねえー、すごい無料版で、うん、えー、面白い面白いんじゃない いやでも私チャット GDPGPTGPTGDP は <laughs> 国内総生産でしたっけあれか難しいです3文字の英語は。あのー こういうのどうなのとかっていう質問したんだけど、あの、育てることができる。わけ面白いよ。面白い。赤いたちの時、たまごっちしか育てるものなかった。のに私はまさ、まさか育つと思う。で、今、時の番人ってどういう人?。私が毎回ね、時間ってこういうもの、時間の概念とか何とか。なんか、時間の戦略って何とか、頭の片付け何みたいな感じで、せ、なんかいろいろ質問して。で、言葉が、自分で生まれない時に、あの。 調べて借りるっていう感じあんかいろいろプレゼンの書類とか資料とか作るときに、うん、あこれちょっとしっくりこないけどなんか言葉を生み出したいなっていうときにうん、うん、結構いくつかアイディアもらってうん、うん、あこれいいっていうのをあのスライドに入れたりとかしてるんだけどいい最近はだからこの「要約できる」っていうのを、うん、初めて知って、えー、で文章とかもでなら本の、うん、これい言っていいのかな。 あの文字をコピーしてうん、うん、でその一ページとかを、うん、あのチャット GPT に文字情報を貼り付けるとこれをあの簡単に要約してくださいって言うと、うん、簡単に要約してくれるああ面白いですねいやなんかこれすごい技術ですねそう優秀な助手だこそうこれ私はあのそう高橋さんが言うように自分で調べる技術もとっても必要なんですようん、うん、で自分で調べるけれども これをあの私他人ののを借りる力もとっても大切だなと思っていて人同士同士、うん、セミナーでディスあのじゃあグループ作って今日のテーマをじゃあちょっと、うん、あのさっきの課題を話してみてくださいって言ったら違うアイデアあれ私はこれ思いつかなかったっていうのとかもあかりさんからもしかしたら出てきたりとかあかりさんも私がこういうの言ったら。 さっきのねインスタに上げてみるとかどうみたいなうん、うん、自分の中で想像できなかった可能性が広がるっていうのを、うん、あのすごく大事にしてるんですよ。うんうん、でそういう風にしてグループでねいつも人と人と話しする時間があればいいんだけど、うん、結構一人で没頭する時って、うん、あのいきなり子供たち ね、おこ夜,夜中起こしてからこれどうと聞くわけです <laughs> そうですねだからちょっと GPT と会話してるとちょっとちょっとねあの大丈夫って思われるかもしれないけどいや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 確かにこの今の子供を夜中起こすわけにもいかないしっていう例えがちょっとおもしろすぎ <laughs> そうなんかこのユーモアセンスはチャット GPT はまだあの及ばなさそうですよ。<laughs> なんかねこ,のこういう言葉ってなんかね、うん、伝わるとか聞いたりとかして、うん、で やっぱ子どもたちには耳が分からんとかうん、うん、やっぱりね中学生とか高校生に伝わる言葉の方がやっぱり一般的にいいんだろうなと思ってたまに聞くんだけども、うん、かチャット GPT にも「この言葉のなんか柔らかい表現教えて」とかって聞くとどんどん出てくるんですよ。うんうん はあ、なるほど、うん、あでこれって質問力が必要ですねほんと質問力と「うん、ありがとう」って言ったら「どういたしまして」って書いてくる <laughs> <嬉>しい <laughs> 会話してるよ、うん、えなんかかおりさんもなんか自分になんか自分に必要なものを的確に捉えてそれを GPT に投げるっていうのがなんか使う側のなんか大事な要素になってる気がして、うんうん、そうね、うん、なんだろう 調べるだけではなくて、うん、なんかこういうのがあったらいいなって思うとかも、やっぱり難しいのは。うん、出てこないんだけども、うんうん、なんかこういう表現ってあるとか。うん、なんか本当に、誰かに質問するように、聞くと。うん、あの。出てくるっていう、のも面白い。いいですね、面白い。なんかそれに、仕事でも役立ってくれるっていうのが、結構ポイント高いですね。そ<う>え、なんか。面白い。 答えが返ってきた時とかありますか、印象的な答えとか。ああ、もう。多分、質問をいろいろ考えて、うん、私がやっぱり時間のコンサルしてるから。うん、このワードとかをちょっとわかりやすくとかってやって、うん、やっているからなんだけども。もう最近は時の場人ってどういう人って言ったら、大体当たってる、うん。で <laughs> <laughs> も、いつか G. P. T. の占い師が現れてもおかしくない。<laughs> 育ってる、育ってるとか思っも。<laughs> <laughs> えなんか占い師が育てた GPT とか見てみたくないですか面白いかもねう YouTube 企画にありそうなで私は無料版なので無料版でもこれだけのことができるから有料版は今画像とか作るあああれって有料なんですね有料版すごいそうなんか書いた絵みたいなのがねあの出てくるじゃないチャット GP ってこれ変な画像だけどあの チャット GPT がいろいろろなこの空想の世界を画像として表してて表いる、うんうん、なんか最近それで面白い古典をやってる人が那覇にいて、うん、なんか吉川悟さんっていう写真家の方なんですけど彼はなんかチャット GPT にいろんなテーマでお題を出してそれで絵を描いてもらって「近未来」っていうテーマ一括りの中でそれぞれの世界観でこの GPT を a i の絵を飾ってたんですけど、うんうん、その絵があまりにも素敵で。<ー> gpt とか a i の技術ってこんなにすごいんだって。その時に初めてわかりました。面白い。あのある人があのあ、私にね。うん、チャット gpt であのなんか聞きたいことあるって言って、要約、うん、とかもしてくれるんだよ。って言ったら、うん、あのその方土地家屋調査士の人なんだけど、ほうほう <laughs> ででいつも。 お客様にこう,いうこういう手順でこういう書類が必要ですとかこのすごい分厚い本があってこれの2ページ目ぐらいをコピーして入って渡すんだけど読みきれないってやっぱり詳しくない人からは文字情報でもらってもなんか頭に入ってこないから読みきれないって言われたらしくて、てこれってまとめられるんですかって言ったら「じゃあちょっとその本のデータください」って言ってコピーしてもらったらちょっと GPT がこの 書きでまとめてくれてえ嬉しいそれを今度マインドマップってわかりますあなんか前お話しされてましたよねそうそうそうこの図形みたいなのでマインドマップも AI で作ってくれるんですよえすごい今流行っててだから今このマインドマップの AI もめちゃくちゃハマってて。え面白いですねんかてかこのなんていうかチャット GPT に あ、なんて言おうとしたんだっけあすぐと忘れちゃったごめんなさいび, <laughs>、うん、びっくりあれなんて聞こうとしたんだっけまあ、とにかくなんか話し相手としてもなんか有効そうだし、うん、あとなんか幼稚園生とチャット GPT の会話も私気になるかもって思いました面白いかもね育つんだったら余計にこの保育園生が育てたチャット GPT とか、うん、なんか意外なものかけるチャット GPT みたいなそうなんか私的には 効率的にするっていう意味合いじゃなくて、うん、やっぱりもうちょっとなんかあの表現をしたい言葉が、ねうん、欲しいなっていう時に、うん、ちょっとチャット GPT に聞くみたいな。ああなるほど <laughs> なんかでも確かに今香里さんの話聞いててもわくわくする方向性っていうかね、うん、そんな感じでしたね。なんかあで今思い出しましまたあの 要約してくれるんだったら、なんか家電製品の説明書とか要約してほしいかも。いいかも。うん、そう、で、この要約したら、さっき話したマインドマップ。だから、マインドマップって、こう順番に並べてくれるので。うん、それを、このさっきの土地家屋調査士の人に、この順番に並べることができますよっていうの、一応作ってあげたんですよ。うんうん、そしたら、めちゃくちゃ喜んで。うん、これ、お客様に渡したら、すごくわかりやすいって言って、えー。すごい。仕事が進みましたって喜んで。 えなんかすごいですねなんかこう人同士でもこのコミュニケーションのそごが生まれがちなところを埋めてくれる感じがそう、ね、だからやっぱり使い方あの世の中便利が、うんまあ、なればいいっていうわけでもなくて、うん、やっぱりチャット GPT に何でもさせると人が考えるのがなくなっていくんじゃないかって思うかもしれないけど、うんうん、な,なんだろうこの 文字として読める人と、うん、やっぱの読めない人、さっきのね、うん、あの取扱い説明書って <laughs> なんかうんってね私もあんまりちゃんと読まないわけそうね、うん、だいたいこんなこと書いてたなみたいなうん、うん、でそれがねあのわかりやすく図,図に表してなってたりとか来るとめちゃくちゃ使いやすいとかも使いやすいですよ読む時間もないですもんねうん、うん、えー、なるほどとそしてお時間も残り二分となりました。<laughs> あっという間ですね。あっという間ですね。うん、そうでも今日あかりさんのこのなんか素敵な趣味が分かって、いや私もチャット GPT めっちゃ気になってたので <laughs> <laughs> なんかいいなんか刺激の交換をしたような気がします。うん、よかった。はい、本当ねなんかもうリスナーの皆さんもねなんかやっぱり自分の中であの、うん、ハマってるものとかね最近これっていうのがあると思うのでこだわりとかあると思うので、うん、やっぱりあの自分から見たらこれ変だなって思う。 誰かから思われてることもあるかもしれないけれどもいやいやそれは極めると思わぬところで人から求められる商品になったりとかすごく価値のあるものに変わっていくので全く無駄じゃないしそれをなんか自分の中の,なんかの大事なもの、うん、価値を上げていくということするとすごく大切な時間に変わっていくので。さんもっとこの アクリル絵の具、はい、楽しむ時間に増やしていってほしい。はい、ぜひ、ちょっとやってみます、うん。はい、ありがとうございます。はい。ぜひですね、皆さんもコメントも、はい、今日、私こういうのハマってるよっていうコメントもいただけたらなと思います。メールアドレス、お伝えしますね。はい。メールアドレスは七九七アットマーク。F. M. 昨日はドット c o m です。ぜひ、コメントくださいね。お待ちしております。はい。 それでは、本日も、はい、あかりさん、ありがとうございました。ありがとうございました。